皆さんこんにちは。テレビ朝映像撮影部今日です。ちょっと今日ジャングルいますけど、フィリピンにいます。まあ本当は轟渓谷なんですけど、で今日はですねやりたいことは、はい、こちらのですねインスタ360 GO3、 はいはいはい、ですね。前やりましたねこれね。前やったのは、前やったんですけど、前あの山でやったのはインスタ360 GO これ2ね。そうですね、はい、2から3、これでちょっといろいろやりたいんですけど、まあこれはこれ2は2ですごく使える部分あって、まあ独自の考え方がすごく面白くて使える、可愛いというか使えるカメラだなとは思っていろいろまあ使ってはいたんですけど、なんかそれ進化したということで今日ちょっと使ってみようと思うんですけど、これでも外、これもやっぱこのなんていうの、質感がね、質感がすごいんだよなこれ。はい、でこれ開けました、本体。あ、そういう感じでくっついてですね。くっついて、これまあ磁石、磁石ね。あんまり見かけ上は GO2 と変わんないですね。どんな感じですか、ほとんど一緒ですよ。あ、見る、あ、こういうあんま変わんなくない、まあ、ほとんどか、ちょっと大きくなったんですかね。いや大きいというか厚みがやっぱこう違うかな。ちょっとだけ厚くなった、少し厚くなっていると思う。本当にでも若干よ、若干1ミリぐらいじゃない。こんな機材考えられなかったよこれ昔。持ってみた感じはそんな変わらないですか。変わらないですね。GO2 がですね 26.5g、 26.5g で GO3 が 35.5、はい、という、まあ、9g のサイズ。 9g の差ってもう誤差だと思いますよ本当。ただあれでしょ、 9g の違いの中で、はい、機能はすごい違うわけでしょ。そうですね、この 9g に抑えたっていうのはやっぱすごいかなと思いますけどね。やっぱり箱の中他は何が入ってるか、はい、これね、あでも違うなこれ、もう違いますよ、もう違う。これなんですかね、これあれでしょ、 GO2 の時は、はい、これだった、この周りのこれ、まあバッテリー入っててチャージできたり置いたりする時使えるやつ、まあこうとかね使えるやつなんですけど、これがちょっと大幅に進化してるなこれ。これアクションポットって言うんですけど、これはまんのか、うわすげえ、これはまりますと、まあ磁石ではまりますと。そうですね、でこれ見てこれすげえ液晶ついてる、ちょっと確信だな。これ自分で見ながらやれるんでしょ。これねちょっと僕使いたいのが1個あって、車内の撮影置くじゃないですか、はい、自分見れないこと多いんですよなかなか。そうですね、だから見ながらこう微調整できるって、こうやってこう例えば運転席と助手席のツーショットだったらこう見ながらもうすぐポーンとかって撮影のポジション決めたりとかっていうのはすごく簡単かなと思いますよね、うん、これつけないと、これ単体だと45分でも前よりは上がってますからね。前は多分10分15分ぐらいでしたっけ。10分15分でもうやることによっては大丈夫なんですけど、これ45分になりました。すごいですね、3倍、うん、でそのさっきの 9g で、うん、9g でどうやってやったんだろうなこれ。バッテリーがすごい増えたってことですよね、うん、ラグビーの前半取れますよ。でこれをつけると173分取れる、はいはい、これ173分ってすごいな。それ173分だと一眼とかでもバッテリー1時間ぐらいしか持たないですからね。まあ90分とかね、はい、1時間ちょいしか持たないから、うん、なかなかな時間ですよ、うん、沖縄のフライトですよ。外し方がちょっとコツがあって、はい、2の時は磁石でこうくっついていただけなんで、はい、こう引っ張れば外れるんですけど、ちょっと引っ張って外そうと思ったら外れなくて、ここにサイドにあるボタンを押すと外れる。まあ若干堅牢性上がってますねこれね。まあ、外観はまた角が取れてていいですし、これ何センチだろうな、4センチぐらいかな、の中にこの液晶も入っててすごくいいですよね。こういう風にやりながらもまあ当然取れるわけだから、うんうんうん、めちゃくちゃ使いやすいですよね。ただちょっと1個難点言っていい、はい、白目立つね。白は黒が多い中では白はちょっと目立つんじゃないかなと思うんだよな。自然界においてもこうやってほらあると
目立つでしょ多分、まあ、そのサイズ感で使っちゃうとそうですよね、うん、これなんか自然の中で使うときはこういうなんか貼るとかするのがいいのかなと思いましたけど、おしゃれはおしゃれ、うん、僕だったらもうポケット入れててこうやってっていう使い方ができるからいいかなと思います。この丸角がないデザインっていうのはやっぱいいんですよね。これあの撮影部的グッドデザイン賞なんでこれちょっとあげたいと思いますけど、なんか入ってるけどこれ、あ、これあったね、はい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 、はい、以前帽子につけたやつ、こう角度がこう決まって簡易クリップこう前つけましたけどね、こうやってこんな感じでつけたりとかいろんなところに挟めるっていうやつですね。ちょっと一回やってみるか、うん、まあこの辺はまあ前とそんなに変わらないかなと、使う用途としてはね変わらないかなと思います。これ自体に給電できればいいのよね、うん、そしたらまたさらに広がるとは思いますけど。次これも出ました、磁気ペンダント、はい、磁気ペンダント、これどうやって収納されてるのかと思ったらこれゴムじゃん、ここすげえね、まず伸びるんですか、こう入ってる、こう、ま、ヨヨヨヨヨヨみたいになってる、めちゃくちゃいいな、なるほど、なんか絡まなそうですね、そう絶対絡まないでしょこれ。でしまうときはこうでしょ、こうやって入れていけば、あーこれ感触めっちゃいいわそうなんですね、カメラ使わないけどこれだけやりたいみたいな。じゃあやってみます、やべ、こうかな、これでちょっとくっつけてみます。本当は T シャツの中に入れるけどちょっと今出してますけど、でも中入れちゃいますね。じゃあ中入れちゃいますとここに今ありますけど、これ揺れない重さ的にもあんま変わんないですか、全然ストレスないね。はい次、これこれね、2個なんか入ってますけど、ピボットスタンド、はい、これ結構前なかったかも、前なかったなかった、はい、ネジ切ってやる、4分の1切ってやる、まあ、こういう風にまあつけることができるんだけど、これまあこのまま置くときはこれ使えばよくて、こう使えばよくて、これ外すと、まあ、今シール貼ってますけど新品なんで、粘着粘着なってる、これあのいろんなとこ貼り付けられますね。これ水で洗浄して乾かしたらまた何回でも使えるらしいです、ね、え、そうなの、はい、そんなのあるのこれすげえな。これも結構使いやすい、ここのアーム、アームが結構 全方向自由じゃないんですけど、こう溝が切ってあって、こうやってこう前に倒したり、こっちから見るとね、まあ、横だったり、まあ、縦だったりで、ここに、あ、これあれだよ、ここにこう噛むでしょ、この爪がおそらくここの下にこう入るはず、あ、入った、これすっげー、ちょっと待って、これなんだ、お、お、すげー発見した、これ外すじゃないですか、はい、外してここ切ってあるわ爪、あ、黒2つ、そっちだけでも、そう上下で、上下で切ってあるからこれこう使える、ほら、なるほど、すげえ、単体でもいけるんですね、あ、だからだ、だからこうなってるんだ、こういうことですね、これできると。じゃあちょっとインスタ360 GO3 を使ってちょっと撮影していきたいと思います。これ磁石使って撮っていきたいと思います。はいはい、中入れます、こういうことですね、ハンズフリーです、ハンズフリー撮影ですね、うん、これいいな、手が空く、片腕が空くっていいな、もう考えられないね昔じゃこれもう、うん、もう回ってんすか、まだ回ってない、どうやって回すんですか、はい、あ、もう回って、あ、そこどこ押したんすか、もう一回行く、今どこ押したんすか、行くよ、3、2、1、これでもオン、うん、はいはい、すごいね、なるほど、こういうやっぱワイドを生かしたのが撮れるから、だからやっぱ散歩とかは結構いいかなって思うんですよね。滑る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 、どうですか、滑りそう、滑りそう、ストレスあんま感じないですよね、揺れてるのは分かる、正直ついてこうやってこうなってるから、はい、
揺れるのは分かるんだけど、まあそんなにストレスはないです。さらに機能があるみたいですね、はい、これは今こうなってますけど、こういうふうに、はい、まあ、胸元つけさせてもらってますけど、はい、これの状態で、はい、こっちのアクションポット、はい、これまあ分離してる状態ですけど、はいはい、これあのこちら側で、はい、これリモート操作が可能ということです、はい、リモート操作なんで、ここで、画角を変えたりとか、フレームレートですね変えたり、まあ、全て の, あの機能をこちらで別で変えることができるということですね。なんでこれつけっぱなしでこのまま操作できる。しかもこれ 見れるっていう、見ながらこう撮れるっていう。前は見ながらそのちっちゃいやつでどういう絵が撮れてるのか分からなかった。あ、分からなかった。自分がどういうふうに写ってるのかってすごく難しくて、でそれがまあこうやって見れるってことは非常にこう役に立つっていうか、こうたまにずっとこう見てなくてもいいんだけど、こうたまにあずれたかなと思ったらこうやって確認すれば、またこうやって修正して、あこの向きだったかみたいな風にできるから、そういう面はすごくいいなというふうに思います、はい、じゃあ次はですね、はい、アクセサリーの中の一つのモンキーテールマウント、はい、モンキーテールです。猿の尻尾みたいになってると。これいいところは、はい、スポンジみたいになってるんですよ。ほうほう、ゴムみたいな。なんで何かに巻きつけるときに、はい、その巻きつける側を傷つけない。あ、それ自由自在にそんな感じでいけるんですね。こういうことね、はいはいはい、こうなった時にこっち側ね、はい、傷つけない。例えば木にインスタをつけようとして、例えばガッファグリップ、はい、鉄のやつでやると木の表面が削れちゃうとか、はい、そういう恐れがあるじゃないですか、はい、それこれで巻きつければ一発 OK でしょ。またこれ嬉しいのはここにスリット入ってますよ。スリットボコボコになってるでしょ、はい、これが滑り止めになるっていう。意外とねこういうところがねやっぱね小技が効いてるんですよね、はい、これをですね、まず先ほどのマウント、これつけます、はい、こういうふうにつけますで次本体、はい、これつきました、はい、僕だったら、はい、ここに今ちょうどいます、はい、あります。野鳥バッテリー給電しながら、はい、野鳥の来そうな場所、はい、まあ巣はちょっと危険かもしれないけど、はい、そういうところにつけるかなっていう感じ。例えば今ちょっとやってみますけど、これめっちゃトゲあるよ。これつけようと思ったけどこれつけらんねえよ。これ手が痛いよ。大丈夫です。痛いこういうなんか感じ、はい、痛いこういう風にこんなんとかできちゃうから。これ鳥の巣が例えば鳥の巣とか鳥が来るところがここら辺にあったりとかして、はい、そしたらこういうふうに角度決めて置いとけば、まあ、バッテリー給電するかもしれないですけどね、モバイルバッテリーで給電しつつかもしれないですけど、その一つのクリップに、最大長がないってことなんで、もう回し切ることができるかなっていう。だから理論上3時間ぐらい、うん、その状態で回せるってことですね。回せるかなというふうに思いますね。これいいよね。やっぱ考えられてますよね。予約録画機能についてなんですけど、これもうロケ一番結構辛かったのは、はい、もうタイムラプス朝早くから起きなきゃいけないとか、はい、朝っていうかもう夜って2時とかね、はい、それが結構大変だったんですよ。それしなくていい、予約録画機能ついてるんで、それでセットしとけばその時間に電源入って、ま、回りますと。そういう機能追加された。もう嬉しいわ本当に。すごいですね。なかなかそういうカメラってあるんですか。ないと思うね。はい、時間で開始する何時何分開始っていうのは、まあ、中の時計をこう設定しておく必要はあると思うんですけど、ほとんどそういう機能ついたカメラないですからね。例えばそうね、お店の人より早く来ることってできないじゃないですか、はい、だからお店の人より早く来てお店の人が来るとこを撮りたいんだったら、その前に時間セットしとけば、前の日に入ってで予約時間、じゃあお店8時に来るんだったら、まあ、7時50分ぐらいから回しとこうかなとかって言って、そのまま回して帰っちゃえば次の日撮れてるって。うわこれはいいわ。これロケ出発時間30分遅くなるね。これは使ってほしいな本当。ではですね、今日はインスタ360 GO3 を、はい、レビューしてみましたけど、
これはねやっぱね一番の特徴は小さい、ポケットに入るから、こう気軽にもう撮影撮影って感じじゃなくて、ああちょっと道歩いててなんか面白そうだから撮ろうかなみたいなぐらいの気持ちで撮れるっていうのはすごくいいかなと思って、まあそれに加えてやっぱりこの長時間回すことができるようになったっていうのはこれ大きな進歩だと思いますね。でグッズに関してもモンキーポット出ましたんで、フレキシブルな使い方ができるものが、アクセサリーの中に加わったということが大きい、ことかなと感じました。あとはやっぱこれだな、モニターあるとも全然違うんで、車内撮影これ絶対いいと思いますね。非常にこれあのコンパクトで軽量で使いやすいカメラだと思いました。今後ともチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。